新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。ちょちゃん発音良かったけどな。はい、皆さんどうも明けまして、これですね、家事散歩がですね、もう2020年3月にスタートしまして、今回で90回目ということで、まあよく90回までたどり着いたなと思います。非常に皆さんに協力的に、まあ、去年は本当にコロナ拡大の中で非常に皆さん厳しい世の中だったと思いますけれども、まあ、その中でもね、本当選手はじめ、いろんな方々に、出演させて、出演させてじゃないな、出演してくれて本当にありがとうございました。またこの家事散歩をですね、見てくださっている視聴者の皆さん、本当にこんなくだらないYouTube 見てくださってありがとうございます。今年も1年やるそうなので、よろしくお願いいたします。はい、そういうことで、今回も家事散歩どんどん行きます。今年も頑張ります。家事散歩、はい、今年一発目、今回のテーマはですね、爆笑集ということで、大笑いした、総集編、いろいろまとめてみました。これはね、でも1回でね、まとまりきらないと、もう本当にね、もう笑い転げるシーンばっかりだったんでね、はい、みんなこれね、映像通して見てる人はね、多分、いや、滑ってるでしょって言ってると思いますけど、ほとんど爆笑です。皆さん見てください。きつい時の対処法。俺大抵なオーバーラップし帰ったら大抵1対1になってたけど、もう来んなよと思ったもん。地獄っすよね、ほんまに来んなよと思ったけど、またさ、サイドバックってなんか上がったら絶対確実に俺らの裏を突かれるやん、そこ。そうです、はい、あれやめてほしいよな。あれずるいっすよね。ずるくない、ずるくない、当たり前、相手はね。山本選手の一番の悩み、今公平がいるじゃないですか、奥のがちょっとなんか髪型寄せてきて、テレビで見たら見分けつかへんみたいな、めっちゃ言われるんですよ。でも確かにちょっと似てるかも。しかも一緒に試合出てて隣やったんで。そうやな、ボランチ組んでるもんね。なんか似てるみたいな言われて、でも変えるのもなみたいなのはちょっとありますよね。なるほど、あいつと一緒にするなと。いや、そういうことじゃないですけど。そういうことじゃないよ。ちゃんと覚えてもらいたいなっていうことはあるですね。覚えてるよ。人生のターニングポイント、キャンプで初めてプロ の, あのトップチームのキャンプに参加させてもらった時に、カジさんと一緒の部屋になったことです。うわ、嘘です。いや、そうやろな。また出てください。あ、もう大丈夫です。あ、もう大丈夫。大丈夫じゃない。出たそうな顔してんのにな。なんでもないね、シュートをね、はい、ジュンがね、パーンって弾いて決められちゃったのね、はい、あ、これはこういうのもあるからあるからとかって言いながら、行こう行こう行こうみたいな感じで自分がミスしておいて、なんか超スーパーポジティブな発言をしてたっていうのがすごい言われてたの。いや、それね、そこだけ切り取ったそうなんですけど。何があったの。あれはえぐってないドラゴンシュート来たんですよ。みんなは他の選手は他の選手はあれ誰でも取れるようなシュートを、はい、シュートを弾いたと。弾いてもうバーンって決められた、はいはい、こっちから見て炎で出ましたよ。炎で出たんや。なるほど、バカ野郎。あんたから炎出とるわ。私も目についた子とか褒めたりとか、うん、なんかアドバイスがあれば言ったりもしてますけどね。で、一回最初勝って分からへんから、うん、相手のベンチ前でそれをやろうとして逆サイド行けって言われて、普通考えたら分かるから。一応失礼しますって言ったんですけど。いやでもな、その辺のな、はい、周り気にせずに言うとこ、はい、もう最高やな。もうお前らしいよ。いや僕的には練習試合から AR ぐらいのノリやったんですよ。いや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 、あかんあかんあかん。こんなコーチ絶対嫌やけどな。
でん初任給の使い方、給料日給料日って思うのやっぱり。思います。0時になった瞬間にネットを更新しまくってましたね。マジで、はい、ちょっとがめつく。うわーすげーな、はい、これ俺のなみたいな。あそんな感じ、はい、やっぱ思うんやね、はい、初任給でも嬉しかったな。でもな確かに、いやこう見たら結構あるな確かに。いやでもどれも面白いな。滑らない話。小学校2年生の時の話、僕が話したんですけど、はい、忘れ物が1週間まるまるゼロだったら、ジブリを見ながらみんなでワイワイおやつ食べるっていう。おそれは小学校で楽しいな。で僕おやつを忘れるっていう。今のは何？ゾッとした話？いや滑らない話です。えゾッとした話？いや食いつき悪いな。ゾッとしたね。だだ滑りやねこれ。もうほんまもうこれめちゃくちゃ覚えてるわこれ。やりすぎちゃった話。まあそれは常々。毎回やりすぎてるんですか？反省するっていうか、やっぱ家に帰って。ああ。選手に対しても言い方こう結構きついですか？いやそれも人によってたり、あの状況によったり。でもこの時はこうじゃなかったなっていうのはもう多々ギリギリのところで戦いよ。だから昨日の練習なんかもうそれこそそうね、もう1セットいくかやめとくかギリギリの戦いのところで、もうこれ以上やったら怪我するかと思いながら。で結局どうされたんですか？行ったけどね。やったやったそう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 いうことね。そういうこと。結局やるんよ練習の。もう量が多いよ。すごいこの人も。お題トーク。拍手せえやお前も。いくよ。ドン。ガンバ大阪とは。はい、ポン、出てこない。やばい、これリズムがないと難しいですよ、これ。あ、リズムいるの、リズムね。はい、行くよ。ポンポン、ガンバ大阪とは、はい、ポンポン。すごい、出てる、すごい。はい、はい、行きましょう、次行きましょう。これ見たらおもろいな、でも、これ、結構。ちゃんとした役職があるのに盛り上げ隊長なんだね、ここは。あのね、もう家事散歩はそういう感じの、すいません、ごめんなさい、テンションなんで。なるほど、真面目なあれじゃない。わかりました、はい、ありがとうございます。そういう視点で、あのドリブルね、特徴あるんですよ。絶対こうやって上げるんですよ。こうやって上げてから、また両腕上げてました。両腕ですか、こう。はい、そういう話でいいの？大丈夫なんですか？これ一応持ってるだけ、不利なんで。あ、そうなの、はい、そうなの、ね、ここに書いてあるのはね、サッカー発展に必要なことは何だと感じますか？バリバリのなんかもう企画。この反感のサンマガラスといえば星原家、木村敦志、カジヤキラーですよ。入ってるんですね。入ってるんですね。入ってあかんの。あれも好きやね。香港国際警察でもいいですか？あれ、いやどっちでやろ。ハンチモナホンチベンチョケサンチラウホンヒュージョンチェサンチョイチャンダイサンメンソトチュラウハリゲンホンプシヤンワンキンゴヘイオンプグファイチセンシホンチヘイ順ボタサチヤムチサンチ。結構きっちり歌うね。結構きっちり歌うね、はい、このシュールな感じね、めっちゃ好きやね。これほんま面白かったな。これたまらんな。さあ今回の家事散歩はですね、2021年振り返ってもらいました。
で、まあ、今年2022年はですねの抱負はですね、まあ、去年本当新型コロナ拡大で、まあ、外には行けなかったので、少し22年は外に、ぶらりしてみようかなと思います。はい、皆さんご期待です。 A Happy New Year。